さあ今夜も始まりました、ナックでロック。お相手はいつものスターダストレビュー、根本かなめと久保田由美です。先週はゴールデンウィークスペシャルと出してね、はい、私の お友達ミュージシャンたちっていうかね、同級生、はい、アマチュアの頃のねメンバーが勢ぞろいして、皆さんね、八木橋デパートのね、カトレアホールでの、杉田博士君、そしてうちの鍵巻清人のねユニット博士&キーボー楽しんでいただけた方もいらっしゃると思いますけども、はい、今日はですね、それとはまた別に、僕は還暦の時に、好きなことやっていいよと言われて、まあ自分がね、背がちっちゃいのはですね重々分かってたんです。それでいろんなライブ行くととにかく見えないことが多くて、うん、一度お客さんが身長順に入ってくるライブをやってみたいんだっていうことを僕の還暦の時にスタッフに言うと、あ、それ面白いですねって。でできればバンドでやりたいって。まあ僕の盟友、佐賀潮周期に電話をかけて、じゃあ、メンバーもちっちゃい人集めましょうよって言ってね、チャイチーズというバンドが5年前にね、はい、組まれまして、そうですね、はい、その順で入りましたよね、会場に。そして、去年、コロナ禍でしたけども、配信ライブも含めてトヨスピットで、2回目のチャイチーズのライブをやれたわけです。まあこの話はよく、番組でもしますけど、ネット配信するときって著作権の問題とかがあって海外楽曲がすごく扱いづらいんですよね、うん、これはちょっと今本当に国内でも大きな問題になってて、ちょい前に佐藤筑前と話したときに、今日本のレコード会社たちもそういう垣根を越えられるようにまあいろいろと取り組みはしてるみたいだって思ったけど、大体ね音楽を演奏するのにいろんな規制があるっていうのはどういうことだよって僕は思うし、僕がスタルビの曲誰かが普通にやってくれるんだったら喜んでと思うんだけど、いろんな著作権出版社とかからノーが出たりとか、そのアレンジによってはこれはダメみたいなとこもあったりするわけで、じゃあ今回は配信もやりたいから、コロナ禍でね一度しかできないから、それで日本の楽曲にしようと。ところがこのチャイチーズメンバーは日本の有数のミュージシャンたちですから、ありとあらゆるレコーディングに出てるわけです、うん、じゃあそういう曲をやったらどうだと。僕以外は本物いや、要さんも本物です。いや、俺は所詮借り物のボーカリストだけど、それこそね、ギターの佐橋由周期が実際に演奏している、例えば小田和正さんの確かなこととかね、うん、例えば、パフィーのレコーディングでベースを弾いている根岸隆宗の、ベースフィーチャーしようとかね、悲しい療養年でキーボードを弾いていた、野場博之さんのね、あるいはドラムのカスケなんて、本当に皆さんがお持ちの CD、うん、ね、10枚あれば必ず1枚あいつが叩いてるだろうっていうぐらい、もう超有名な星野源から、桑田佳祐さんからね、いろんな人のやってる、そんな、ミュージシャンが実際に関わったレコーディングの曲もやろうというところで、チャイチーズの、CD が、先月出まして。そうです、ね、本当に。これはタイトルはどなたがつけたんですか？なんとなく僕噂のチャイチーズ、でもチャイチーっていうのはね、音楽開業語でちっちゃいやつのことで、うん、僕なんか本当にチャイチーメンバーですけども、本当に全員チャイチーメンバーを集めて、作ったんですけど、それをね先月リリースしてなかなか特集してなかったんで、今週はやっとっていうのはメンバーを呼びたかったんだけど、なんか皆さんお忙しい方なんですけど、はい、今週はそのベースのネギボー、ネギしかもね、埼玉県大宮市出身、その彼と埼玉談義も含めて今日はこの後ですねチャイチーズの話いっぱい、してもらおうと思うので、かなりマニアックな話になるかと思いますけども、ゆっくりお付き合いしていただけたらなと思います。はい、ではまずはネギさんをお迎えする前に1曲お届けしましょう。はい、スターダストレビュー、やっぱり会いたいよ。新しい世界が始まる、抱き合おう、キスしよう、君と距離を測りながら手もつなげずに言葉も交わせず、それでも溢れる想いはマスクからこぼれ落ちた。なかなか会えないね、元気してるして、晴
ックでロック。この後はゲストにチャイチーズのベーシスト根岸隆宗さんをお迎えします。はい、たっぷり喋ってもらいますんでね。そしてあのチャイチーズの曲もおかけしますんで、ぜひね番組楽しんでください。さあ改めてですね、先月の4月27日、噂のザ・チャイチーズ日本の名曲やってますというね、ライブアルバム並びにブルーレイ、DVD リリースしました、はい、そのザ・チャイチーズ、ベーシスト根岸隆宗、よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組初登場。いや番組の中で根岸さんの話は結構してるので、あ初めて人がいない時に勝手に人の悪口言ってて、もういい話ですよね。あのピックの時なんか結構花見さんすごい語ってる。そう、はい、噂の、あの僕が今ね課題ピック使ってますけど、そす、ね、これも、ネギ棒の受け売りでね、始めたものがやっぱそれで随分とね、あの自分のプレーも安定してきたところもあってね、いやいや、まあとにかくネギ棒は同じ埼玉県民としてね、はい、埼玉に住んでもう30年ぐらい、まあ別々に期間はあるみたいですけども、はい、はい、そうですね、4、5年ぐらい前までずっと東京に浮気してたんですけどまたあの埼玉に戻りました。はい、もともとは金目さんと地元は同じ、高崎線沿いでございます。はい、でもそんな時から知り合いではないですよね、うん、もちろんプロになってから、なんかアマチュアの時に、金目さんたち見たことがあるんですか。僕は勝手に知り合いだったんです僕中学3年から僕もアレレの霊見てる。そうなんですね。中3からこっちは一方的に要さん見てる。いやいや、はい、そういう、長い、そういう人がすごい有名なミュージシャンらしいよって聞いて、うん、と思ったの。それが何年前ですか。何年ぐらい、僕小田原君にどっかで会った時にその話になったのよ。小田原君、うん、レベッカのドラマですね。あ、小田原ね、うんうん、あ僕はだからもう何ですか、もうあのスタレビのデビューライブ日本青年館の楽屋にまで僕挨拶行ってるんですよそうなんだよね。だからネギ坊のあれドクターストレンジラブがデビューなの、その前もあるの。でもあのバンドでメジャーデビューはドクターストレンジラブです。ドクターストレンジラブが、うん、僕は35ぐらいで初めてメジャーデビュー。90年、僕はもともとは太田裕美さんのサポートで、僕大学3年の時から太田裕美さんのサポートで、うん、それが、まあ、まともなお金をもらったというか、あのそのままでちょっと多少こう新宿 そのお店とかでこうダンスホールみたいなところであのアルバイトみたいなのをしたことあるんですが、あとぬいぐるみ劇団でぬいぐるみ着て演奏するとか本当にやってたんですけど、はい、あの有名なアーティストの後ろで演奏してお金をもらったっていうのは大学3年生で初めて、それは何がきっかけだったの。これをですね、たまたまそれこそその小田原がまたレベッカとかに入る前ですね、うん、レベッカの小田原とかドラマーですけど、はい、彼と僕がまあバンドをやってたんですけど、そうだよね、はい、でなんかあのそのエッグマンがまだ渋谷のエッグマンドライブハウスができたばっかりの年で、はいはい、その頃なんかコロンビアレコードがすごく関係があったみたいで、うんうんうん、コロンビアレコードから今度デビューした僕の先輩がいてですね、はい、でなんかこうその先輩が、バンドだけじゃ食えないから小田裕美さんのサポートやるってなってて、うんうんうん、でベース誰かいないかなって、うちのバンドのベースのやつはやらないっつってるから誰かベース探しに行かなきゃって、そのライブエッグマンに探しに来てた。で僕のバンド見て、あのバンドのベースとドラム面白いなってなって、あ2人ともそのまま、はい、で小田原は別のところで誘われて、小田原は確かで平山美希さんのバンドで誘われてで僕は太田裕美さんに誘われて、スカウトですね、いわゆるね、あみんなね、うん、そうやってね、あのいろんな、ま、歌謡曲の人たちのねバックバンドから、うん、僕も北浩二さん亡くなっちゃいましたけども、北浩二さん、ジャニーズ、あれじゃない、フォーリーブスでしたっけ、うん、とか、あと伊丹幸男さんとかバックやったことありますよ。あ、そうなんですか。そうだったんですか。そうなんですよ。まあそんなのがあって、それでまあ根岸隆宗、ネギ坊の名前はあちこちで聞いてくる、うん、しかもやたらマニアックらしいよって話してそれで僕の還暦のお祝いで何かやっていいよってスタッフから言われて、探しに相談したら、
なんかマニアックなバンドやりたいんだって、うん、でしかもメンバーのちっちゃいやつだけ集めたいんだってさ、もう本当に即答したのはネギ坊だったから、あじゃあベースはネギ坊だって言って、うん、さあ足がすぐ声かけてくれた、はい、どうでしたかちっちゃい人集めてるっていう声が、いきなり電話かけてきて何を聞くのかって、いきなりネギ坊って身長いくつだっけから来たんでな、何をいきなり聞いてんだと言ってスケジュールでもなくみたいな、はい、165切ってると思うもうって言ったらはい、オッケーみたいになってえ、何ってそこから要さんとバンドをやるって話を聞いてなんだよそれみたいなちっちゃいのが第一条件かいみたいな、そう本当にもうチャイチーって決めてたから ね、 そうですね。でも探しがまず最初にそういうのメンバーを集めてくれるって話になって、で、やっぱり俺としては自分でバンドやってるからなんとなくこれはあのほら埼玉熊谷のねなんかあの友達バンドだけど、やっぱり名打ちの人間がいいなっていうところで、できるだけ上手いやつがいいっていうところで探しをこう集めてくれって言ってねもう本当にまず一人獲得、まあ一人獲得みたいなところでね、だからそれまでネギボンの名前はあちこちプロデューサーとか、あとタミオ君のバックで聞いてたから、あとサザンもあったね、そういうのとかであちこちで聞いてて、もうそれなら何の問題もないと思って、ところがいろいろ問題山積みだったんですけど思ったほど上手くないんですよこれがまた、こうねあのね一番音としてそのあれこれむちゃいいなと思ったのは、中村あたるのアルバム、あれ一枚プロデュースしてたね、はい、あれはねあの年のベストだったよこれ。ありがとうございます。むちゃくちゃあのねベースもかっこよかったけどギターが良かったんだよ。うん、でこれもネギ棒弾いてるよと思ってちょっと悔しいくらい上手かった。いやあのどうなんでしょうね、あの当時あの僕ずっとギタリストデイブ・ギルマーピンクロイドの、うん、とにかくデイブ・ギルマーっぽいギター弾きたいなっつって、あのこうプロデュースやるときって予算もこうちょっと抑えてくれて、じゃあギターちょっと俺ギタリスト呼ばないで俺弾いちゃってみていいみたいなでやったぜみたいな、そこでこうよしデイブ・ギルモーだみたいなすっごいいいアルバムだったんだよね。だからまあそういう意味ではあのミュージシャンとしてね、それからあとプロデュースもできるし、あとあの探しとかから聞いてとにかくマニアックだと何俺もそのチャイチーズっていうバンドは、まあ元は俺のなんていうの大好きな曲何でもやろうと、それこそブルースだろうが AOR だろうが何でもやるっていうところだったんで、ある程度何でも対処してくれる音楽的に幅広い人がいいだろうっていう選択の中で始まってるから、うん、そういった意味ではネギボーは大丈夫みたいな、あのね僕はこれネギボーも同じだと思うんだけど、僕らは全て今までの音楽の影響下にあるわけですよ。それがあったからこそ自分がいるわけで、その音楽を紹介したくてしょうがないんだわ、はい、佐賀氏義行とそれから、音楽評論家の萩原健太さんでやってた配信番組があったんだけど、そこにネギ坊がゲストに出たことあったからこれもむちゃくちゃ面白くてもうすぐ俺はメンバーにすぐあのメールしてこの番組見ろって送ったぐらいだったからなんと面白かった。もういきなりこう佐橋からちょっとベースの話してほしいんだけどって言われて、もう家からベース十何本持っててずらーっと並べて一個一個このベースはですねとか言って説明して、こんなの誰が面白くて見るの、このベースを使うとあのアーティストのこのフレーズほらほらね同じ音するでしょおお確かに、ただあんまり長いことやるとあの YouTube とかだとあの著作権の問題があるんでほんの触りだけ分かんないよ、ね、そうなんです、本当に一瞬だけです。2小節とかで、ね、4小節とかやるとバレちゃうんで、2小節ぐらいバレてやり逃げみたいな引き逃げみたいな。でも手元とか見れるしね、今ベーシスト目指してる人とかにはすごい参考になるじゃないですか。いや僕じゃあんまり参考にならないじゃないですか、ね、いやいやいや、ね、そこまで音楽を深くこうなんか愛すっていうかさ、掘り下げたい人にとってはもう本当に理想の人物でしょうね。でまあネギ坊の場合はベーシストもそうですけど、いろんなプロデュースもやってくる中で、今のねあのまあネギ坂宗っていうこう、ブランドができるわけだけども、そういう意味でプロデュースのなんか極意みたいなやつもあったりするの？よく聞かれるんですけどね、うん、僕何やってるかっつったら夕飯何頼むかっていうあと夕飯のタイミング、あそれを測るのが毎日一番気にしてますね。ここだっていうねこれほらやっぱり音楽ってのべつ幕なしでやり始めちゃうわけで、しかも途中だと切れないから、これが飯の時間にかかったりするともう本当にサメザメしい食事をすることになるんだ。それはね、はい、でもそこプロデューサーが仕切ってる気がすごいね。すごい困るのは蕎麦屋しか今日空いてませんって時あるんだ、うん、蕎麦か、いや蕎麦食べたいんだけどこれ
これ7時ちょうどに食えないだろうなとか思って、いや今日はカツ丼にしとくかなみたいな冷え冷えのカツ丼後で食べるみたいな。でまあ今回は俺はチャイチーズで、まあ、第2回ね、4年前か僕の還暦の時に初めて食わせていただいて、はい、その時は俺の生涯音楽をね、皆さんに演奏していただこうということで、好きなものをやらせていただいたけど、今回本当は、第2回目は川助の還暦祝いだったんだっけ。そうです、ね、本来は それが1年ずれちゃって、だから去年のライブは、ネギボーも、サガシも還暦になったっていうことで、それでじゃあまあ、せっかくだからね、コロナもあったんで配信ライブをやろうってことになって、それでね、さっきも言ったけど配信っていうのは著作権的にいろんな制約があるのよ。でじゃあまああっさりと日本の名曲ならば許可も取りやすいだろうというところで、じゃあそれぞれのメンバーに自分がプロデュースした作品、自分が参加した作品、さらにはこれはやりたいっていう日本の名曲っていうのを出してもらったんだよね、はい、もうこの5人だから本当に本当に勢ぞろいでしたでしょう、うん、本当です ね何を要さんに歌ってもらうか悩みませんでしたか。すごい悩みましたよ、もういろいろね、ネギさんもたくさんプロデュースされてるから、もう僕のプロデュースのよりもだからちょっとやこれはでも落ちたんですけど線から、はい、平浩二さんのバスストップをどうしても絡ませることで聞きたいって言われて松井愛理これは名曲ですけど難しいよ。もう一つ湯原正幸さんの雨のバラード、 あれも悩んだ、降りしきる雨の、これはそうね、あの頃ね、僕は洋楽にのめり込む直前の歌謡曲の、僕小学校4年生ぐらいまでどちらかというと洋楽あんまり聴かなかった。あ、そうだったの、はい、突然だから突然ビートルズなんですよ僕、何かの番組で突然ビートルズこれかっこいいなって言って、その友達のその時小学校の同級生で僕ちょっと淡い恋心を抱いてた女の子に言ったらお兄ちゃんがねこれ多分レコード持ってるよビートルズってやつだよって言って、で当初はその女の子に行くのが目的だった。あ、なるほど。ところが行ってそのお兄さんがお前ビートルズだけじゃなくてさって、もういろんなの聞かせてもくれるわけですよ。もうジェフベックやら何から、うん、で最初のうちはだからその割とこうブリティッシュロック、やっぱりビートルズに端を発してが多かったんですけど、だんだん僕は中学生ぐらいになってくるともうお兄さんお構いなしになってきて、サザンソウルのディープなやつとか、もうあれですよ、オーティス・レディングならともかくもっと先に行くわけですよ、OV ライトとか、OV ライトもうどんどん中学生が聴く音楽じゃないよってやつだね、バカバカ奥に行かれて、で今度は中学校は僕らの時代まだ金山さんは分かると思うんですけど埼玉で田舎なんで、ロックとか聴いてると怒られちゃうんですよ先生とかに。本当ですか。僕らの時代そうです。まず仲間がいないしね、はい、うん、今だから言えるんですよ、こっそり担任の女の先生が、ねぎし君ちょっとってなんて、ちょっとね他の先生には内緒って言って、なん私先週サンタナの武道館行ってきて、何みたいな先生サンタナのファンだったの、うん、ネギシ君じゃあ後でこっそりレコード貸してあげるってキャラバンサライ借りて、わかんないですよ、ね、中学校1年生の男の子がキャラバンサライ、ロータスの出る前だからね、はい、そうだから初めてのライブがサンタナは武道館で、それライブになってんだよロータスってね、でその前のアルバムとかキャラバンサライ、こっからサンタナのサウンドが変わるんだよね。そうなんです、すごいマニアックな先生と出会いました、ね、そうなんですよ、うん、もうそれのおかげで、あとそれとあと友達のお姉ちゃんが、うん、ジェフベックの大ファン、あそうか、じゃあ俺とかは大抵お兄ちゃんお姉ちゃんから教わることが多いんだけど、じゃあ近所の方から、そうなんです、友達のお兄ちゃんお姉ちゃんですね、だから基本的に僕は家ではとにかくこうロックとか聞かせてもらえないっていうか、聞いてると怒られちゃうんですよ、うるさいって言われておい、それお父さんお母さんになんかね、うん、要するに不良になると思われたりするそうなんですよ、ロックイコール不良って思っちゃってる親だったのね。ベースを弾き始めたの？ベース弾き始めたの僕実はですね、中学2年の時にまで僕ギタリストだったんですよね、うん、でそれこそ小田原豊と知り合って、うんうん、小田原とバンドやろうぜって言ったら、いやギターはいらないんだよねって、ベースでキーボードのプログラムバンドやりたいってなってなるほど、 ELP と UK のコピーやりたいんだって
じゃあベースに転向するしかないって言って、当時、もうすでに、スタレビの坊さんとは知り合いだったんですけど、坊さんのお友達の方からベースを譲り受けましてですね、ただもう高3になるぐらいだったので、もう家にベースとか持って帰ってたら親に怒られちゃうので、やばい、ね、友達ん家に置いといて、そんなこっそりやったんですか。こっそりです。練習もじゃあ、でだからこう中高校の時はほぼベースは弾いてないです。大学生になって晴れて堂々と弾けるみたいな。でそれに実はいきなりフレットレスベースだったんで、おお本当。でなんでそんなことになっちゃったの。フレットレスベースってもう要は普通だったらギターとかここを押さえればこの音が鳴るっていうのが、はい、もうフレットレスって線が入ってる、そうそう、それがないやつないから自分でしっかり押さえないと音も出ないし、バイオリンとかと一緒ですね、そう、もう線が入ってない。あえてそれ選んだんですか。いやじゃなくてそれしか売ってくれるやつがなかった。おでだってその当時フレットレス使ってる人がまずいないじゃん。いないですね、ただ外国ではそのジャコパステルですね、もうすでに有名になっててですね、あと僕イギリスのプログレーバンドっていうかブランド X っていう、はい、フィル・コリンズが、はい、ジェネシス以外にやってたインストロックバンドがあって、そこは超バカテクバンドで、そこのベースの人がフレットレスですごい変なフレーズ弾いてたんで、ちょっとこういうのもちょっとチャレンジしてみるのもいいなと思って、ただ全然弾けなかったです。いまだに弾けないです、あんな弾けるかこんなもんっていう。まあとにかく趣味の幅広さはね、まあ、チャイチーズのメンバーみんなそうなんですけども、で、今日はねそんなチャイチーズのアルバムをね、はい、紹介していこうというところで、もちろん歌ってるのは僕全部僕ですけども、はい、今回日本の名曲やってますっていうくらいだから、そのメンバーたちが関わった曲ということで、うん、じゃあ今日は、ネギボーが関わった曲をですね、はい、お届けしたいと。ライブですからねこれね。そうなんです、はい、じゃあまず何聞きますかね。そうですね、オリジナル僕が弾いてるんですけど、ちょうどタミオ君と、ツアーとかやり始めた時に、ソニーミュージカーアーティストの人がちょっとさってタミオのところに来てですね、ちょっと今度デビューさせた女の子がいるんだけどさみたいな風にして紹介してもらって、この子たち歌えるのかなみたいになってまあとりあえずやらせてみっかって、スタジオでタミオが曲できたからみんな集合っつって、でちょっと洋楽の何々っぽくしたいって、これ多分これ曲聴いて洋楽マニアでしたあーって思ったと思うんですけど、何々っぽくしたいって言ったらもう僕そういうの盛り上がっちゃうんで、それだとするとさやっぱこういう録音の仕方しなきゃねとか言って、録音の仕方までいろいろこうタミオと工夫しだしてですね、で音もそっくりにしようみたいな、でそれがパフィーなんですよね、アジアの重心っていう。これは僕も聞いた時びっくりしましたね。これはまたそのオリジナルのキーで歌ってるか、かなみさんにびっくりしました。オリジナルキーで、オリジナルキーですか。いやびっくりした。でもオリジナルキーじゃないといきなり演奏が難しくなるので、ね、オリジナルキーでよかったなみたいな、ね、ですよ、はいはい、じゃあ、噂のチャイチーズ日本の名曲やってます、これね全編ライブアルバムですけども、はい、その中から、ネギボーのね、もともとはベース弾いてますけど、これはネギボーの選曲です、はい、じゃあ、はい、ザ・チャイチーズでアジアの純真。
ロック、今夜はベーシストの根岸隆宗さんを招きしております。ザ・チャイチーズアルバム、ツバスのザ・チャイチーズ、日本の名曲やってます。すごいなこれ。やっぱり男で歌ってるの、そうです、現オリジナル機で歌ってるの初めて聞いた、このね、たった5人でですよ、うん、このサウンドを作るんですよ、うん、どんだけすごい人たちか、本当に本当に。でも最初の音を聞いた時に、うわ、かなめさんをミスラルキー驚きました。いやでも楽しかったしね、うん、あとこの CD のブックレットとかにも実は書いてあるんだけども、あのね、チャイチーズってあのみんな上手いから練習時間少ねえんだよ。これだけやりましたけど、うん、そっか、全員で集まれる機会ってそんなになくて、なんか3回くらいかけりゃやったので、そうですね、3、4回、それで、うん、1曲に対して、まあ、まあもちろんだんだんやこなれていくんだけど、2、3回やったら次の曲、それはだから3日間ぐらいあるんだけど、ボーカリストにとって全く自分のものにならないわけですよ。みんなは何に立てちゃうといけんだよ。だから俺歌う、僕らも自分のものにはなってないですよ、まだ。いや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 、もうそれはね、もう演奏聴いてると本当にちょっと俺一人出遅れてるなみたいなところがあってさ。何を言ってるんですか、それは全然ないですよ。田辺さんが大丈夫だから、じゃあ次行っちゃおうってそれ我々はボーカリスト最優先ですから。いや、まあ、またそういう人たちだからね、安心して僕も任せてたけども、いや本当にね、あの、いや、うちのバンドも長いことやってるからそこそこでやるけど、こういう上手い人たちが揃うと、あ、最初からこういう音が出るんだ。これね、もうこう縦のリズムとかがしっかりしてきてね、さすがだなと思ったけどね。もうあの、なんだろう、見たこともない不思議なライブでした、やっぱりこれは。もうな、あ、なんて言葉にしたらいいのかなっていう、やっぱりいつもカナメさん見させていただいてますけど、いつものカナメさんとも違うし、なんかメンバーの皆さんの、そうだね、なんだろう、スタイルがそれぞれあって、これあの DVD もね、うん、ブルーレイも出てますんで、映像で見たいという方は、ぜひ、あ、もう映像が絶対いいですよ ね、はい、映像が映像、まあ、すいません、こういうギャグも出てましたっけ。いや、あの一応メンバーそれぞれね、クローズアップして、あのそれぞれ語ってもらったりするところはあるんだけどね、あのプロデュースの極意とかそういうのもね含めてやってたりするんですが、ね、いやでもとにかく楽しかったです。でもまあ配信だけだったんでね。そうです、1回だけ。でも逆に言うとね、あの前回は透明版の3カ所だけでその場にしか見れませんでしたけど、はい、この去年やったやつは配信で全国、うん、見られましたから ね、しかもそれがもう完全版として今日はね、こうやって出してもらえた、うん、今日で先月ね、出してもらえたんで嬉しかったりするんですけど、うん、そう、チャチーズもあれですよね、あのスタレビの前座やらせてもらって全国やるっていうワンツアースタレビの前座やるってのもいい。これさ、おそらく歌的にはチャチーズの方が疲れたりするんですよ。自分ちの方が楽だったりするんだけどさ、本当に結構チャチーズがヒーヒーして帰ってきてる。ネギさんの前でこのチャチーズの音聞かれて、なんか反応ありましたか。ですね、それがだからあんまりこう、あの知らなかったとか言うのも言って、そうなんだ、あの作詞家の山田さんが、はい、あ、山田さん、これはもうね、これ世直しロックだとか言って全国中これを見なきゃダメだと、あの皆さんに言ってくれてましたね。こういうのでちゃんともう世の中ちゃんと正しいロックを伝えなきゃだなみたいな。そう、僕はね、さっきの話の重複しちゃうけど、やっぱりどれだけいろんな音楽に影響を受けてきたか、その僕らはそれをいつも明らかにしていくわけさ。だからこそさっきのネギ坊じゃないけど、その例えば黒人音楽行こうって言ったらさ、そのオーティス・レディングじゃなくてその前世代とかそういうところにまでちゃんと行けるね、なかなか OB ライトの名前がこういうところに出てくる人がいないからさ。これやっぱりだから本当にね、僕もそうだもんね、たまたま自分の好きなギタリストが参加してるって言っただけで、そのよくわかんないボビー・ブランドとかのとこに行っちゃうわけじゃない、はいはい、それでこのボーカルすげえなーと思ってさ、うわって吐きそうになって歌ってるこの人みたいな、もう今まで知らなかった音楽を聴いたりするから、だから僕はこのアルバムの中でその、あの新旧取りまで一番古いのはシーサイドバウンドかな、うん、はい、で、一番新しいのはこれはおそらくジュジュさんの曲かね、はい、そうですね、させてあげるようにかな、はい、そういう、まあ、新旧取り混ぜてやってるんだけど、そのバックボーンもね、あのぜひ聴いてほしいなみたいなところもあったりするんですよ、はい、これね、ですね、はい、でもこれね、あのネギボー自身
チャイチーズの中でさ、はい、まあ役割ベーシストだけどさ、その他に、うん、さっきのもだけどコーラスもやってくれるんだよ、はい、あそうですよね、うん、ネギさん声すごい低音で、ネギもコーラス好きだよね、はい、やっぱりこうそのコーラスがかっこいいとなんか超かっこいいじゃないですか、うん、バンドってそう後ろでシブチンで演奏してもかっこいいけど、そいつの前にマイクがあるっていうのは、うん、それだけでちょっと見たくなるっていうね。ネギさんのコーラスかっこいいですよね、うん、すごい。やっぱもともとビートルズから入ってるっていうのもあるんじゃないですか、ね、やっぱり全員歌うのがかっこいいって思って最初からそう思ってるんで、うん、そうだよね。だってほら、うん、そのデビュー当時ドクターステージラブから、はい、リードボーカルを取ってるわけじゃんか。そうですね、まあ全曲じゃないですけど、ね、うん、まあね、やっぱりザ・フーのジョエントッセルみたいにこう何曲か歌うのがかっこいいみたいなやっぱりポール・マッカートニーほどこうで前にこう行けないっていう、あジョエントッセルぐらいがちょうどいいかなみたいなやっぱりありますよね。その分ベースが派手とか、そうね、はい、やっぱりそう自分でベースを目指すときにこれは俺の目標だなっていう人はいたの？いたっていうか今もまた歴代変わってくんだと思うんだけど、はい、だいぶ変わりましたね。当初はやっぱり派手なベースが好きで、やっぱりフーのジョン・エントゥスルイエスのクリス・カワイアとか、ピック引き系、はい、ピック引きリードベース系、リードベース系が好きだったんですけど、年取ってくると今度は逆に派手な音じゃない人がどんどん好きになってきて、うん、今はねゲイリー・キングが一番好きです。へえ、これ意外とみんなえって言われて、でも若い子ゲイリー・キング知らないですよ、ね、で同世代から人「えネギモってそっち？」って言われちゃうんですよ。ゲイリー・キングってもうとにかく音がオーソドックスまくってて、うん、全然目立たない音なんですよ。これなんでそのオーソドックスなのが、まあ、ですね、うん、ベースって実はその目立たないようにちゃんと弾いてグループ出すって、うん、いっちゃ難しくて、ね、目立っちゃうと楽なんですよ、どちらかというと。あそうですか、はい、目立つの楽です。ベーシストが目立つ方が、正直言って目立たないでかっこいい風になるのって一番難しい。とにかくこうもちろん他のメンバーも神がかって上手じゃないとダメなんですけど、その場合って、うん、やっぱりボブ・ジェームスとか、あとそのトム・スコットのアルバムもそうなんですけど、ね、リキングね、全くもって、昔はだから要するに僕はベース始めた時最も何弾いてるか分かんない系です。ああそうです、ね、音がもうあまりにもちゃんとしすぎてリズムも全く逸脱しないので、もうあまりにもドラムとの相性が良すぎちゃって、アレンジに綺麗にはまりすぎちゃってて全くもって分からないっていう。確かに初来日の時でちょうどジャコが入ってるアルバムのツアーだった。ああはいはいはい。だから、ね、来るかなと思ったら一つも来ないで沈んだままベースガーッとずっとに、うん、淡々とずっとだから、ああ弾くのが一番大変っていう。今聞くともうゲイリー・キングってこんな難しいことをこ全くこう難しいっていうか何だか分かんないっていう。今聞くと何もこうフレーズははっきりしてるんですよ、今プロの耳で聞けば、うん、当時は分からない、そう分かんない、何弾いてか分かんないよって。だからそういう人って上手くないんじゃないかと思っちゃったんですよ、うん、やっぱ分かるように弾いてる方がやっぱこうね、フーとかイエスとかって派手じゃないですか。あと、うん、当時ベースだったルイス・ジョンソンとか、そう要するに、まあ、昔言うチョッパーって、ね、そうですね、今のスラップってやつですけど、そういうバチバチ俺がベースだぞって弾くと、そうあとベースっていう元々のそのなんていうの低音を重視する人と二通りいるもんね、はい、だから昔はなんかこうその目立ってバーって弾いてる人の方がなんかこう上手なんじゃないかと僕も錯覚を間違って、まあ上手な人ももちろんいます、はい、もちろんいます。指が動かないとそういう風に派手には弾けないので、ただそれがかっこいいとやっぱり若い頃は思ってたんですけど、年取るといやそうじゃなくてみたいなこうやっぱりアレンジャーが一番喜ぶのっていうのは、うん、こんな派手に弾くことじゃなくて、なるほど、こう正確なそのビートをどれだけこうクールに弾き続けられるか、どれだけ自己中心的に弾かないで、自己中心的に弾かないのが自分になれるかっていう、あそれが一番かっけーってこれ音楽ジャンルにもよらないですけど、ジャンルにももちろんそ そうだね、うんうん、出てほしい時はあるわけだから ねただやっぱり大半の歌手の方、うん、大半のアレンジャーの方は、はい、自分の思ってる理想の形に対してこうスッとこう本当に縁の下の力持ちじゃないですけど、自己主張しすぎずにそうそうそれなんだよっていう例えばそのベースで言うとそのピノ・パラディーノって人がそうですね、はい、最近の方だと、
彼は、ね、今は、ジョン・メイヤーのサポートでやってる。ああそうそうそう、3人でね。ジョン・メイヤーのサポートなやる前は何やってるかというと、ザ・フーってサポートしてたり。僕友達なんだって。あ、そうなんですか、はい、素朴なベーシストなんですか。はい、あのところがめちゃくちゃ死ぬほどうまいんで、あのどんなジャンルでも弾けるんですよ。あの自分では、そうソロアルバム出したんですけど、で有名なプロデューサーのアメリカプロデューサーと2人名義でアルバムを作って、それがあのまたマニアックな本ですけど、ミュージックマガジン の、うん、あの昨年のアメリカンロックの選出されて1位に選出された。これがまたマニアックなインストなんですけど、うん、いやめちゃめちゃかっこいいですよ。すごくマニアックなインストで、でとにかく彼はそのジャズフュージョン系の人とか、あのデビッド・サンボーンのアルバムとかでも弾いてたりとかするし、うん、かと思えばだから、80年代はエルトン・ジョンとかピーター・セテラとかドン・ヘンリーとか、うん、ああいうのでも当時まだ20代だった時からもうそういう人たちとやってて、これみんな今生意気でチンプンカンプンかもしれないけど、まあとりあえず俺が何を言いたいかっていうと、うん、彼の場合はそういうド派手なベースから地味なベースまで、このネギボーは自分の中で得得したっていうか、要するにそういう憧れがあれば、ね、俺は派手なベースしか弾かないよって人だと外れちゃう音楽あるけど、ネギボーみたいに右から左までやってればどの音楽にも対応できるから、チャイチーズってそういう音楽の癖もあるんだ。そうですよね、皆さんあのすごく個性はあるけれどもしっかり、うん、演奏は猿之助さんの力持ちでしたね。全員が全員、はあ、じゃあ今度はね、じゃあネギボーの、プロデュース曲、はい、行ってみようか。さっきはね、はい、あのタミオ君のところでの、まあ、ベースを弾いた、パフィーの曲でしたけど、今度は、はい、まさにネギボーがプロデュースして、大ヒット曲を見ました。はい、はい、ごっこで強く儚い者たちを、根本奏さんの歌でどうぞ。はい、「だから自慢」
ラックでロック、今夜はベーシスト根岸隆宗さんを招きしております。ザ・チャイチーズ要さんが歌う強く儚い者たちでした。はい、素晴らしいね。本当にあのレギボーを歌いながらコーラスもつけて、うん、このベーシックなね、音をずっとやり続けてで最後 あのギターソロは高橋のイーボーっていうね、ちょっと特殊な機械で、あのギターって鉄弦だからそれを磁石でやると震えるんですよ、勝手に。そうずっとそれがずっと鳴ってるって。だから本当にギターって音が一度出すと減衰しちゃうじゃないですか。この弦が触れるのがだんだんちっちゃくなるから、うん、ところがそのイーボーっていうのを使うとその弦がずっと共鳴してるから、長い音ずっと鳴ってもらって、ああいう音、エンディングが。これコッコのオリジナルもそうだったんですか。はい、そうです。オリジナルはあのムーンライダーズの白井亮明さん、あ、はい、あの亮明さんがイーボーの名人なので実験家です、はい、でも、でもこの曲もう亮明さんに弾いてもらうってもう最初から決めて。あ、そうだったんだ、はい、素晴らしい。俺もあのコッコが出てきた時のその音聞いてなんだこれと思ったもんな俺はだから最初はそれネギボーの音だと知らなかったんだけどさ、いや素晴らしいですこれね。名曲ですよねこれは本当に、はい、うん、ありがとうございます。今またね、表舞台に、ね、そうですね、顔を出さないアーティストとして、はいはい、歌ってらっしゃいます。そうですね、うん、もうツアー始まりますね。あ、そうなんですか、はい、それネギボー出るんですか一緒に。はい、出ます。やりますね。もう見に来てくださいと言いつつもほとんど売り切れてるって噂も、はい、すみませんねえ、はい、やっぱりこう知らない若い子たちにも新鮮なんじゃないかなと思っていて、あの多分新鮮だと思いますよ。結構あの結構ライブすごいですよ、うん、あの濃い濃い口のライブですからあの誰か言ってましたけどネギボーは結構中村たるとかココとか割と癖の強い人がハマるらしくてそう、ね、サハさんが言ってましたね。サハさんがおっしゃってました、はい、うんうん、そうですよ ね、 猛獣使いだそうですよね。なんか濃い人多いですよね、関わってきたんだと。でもバイングレープバインとかね、ロックもいますし、はい、うん、あとは誰だろう、エレカシ。あーでした宮地君とは結構だね、またソロになってからもあのソロのレコーディングはあの弾かせてもらってたりするんですけど、いやー濃いですね彼はね彼は濃いです濃い。あとそうですね、僕の濃いシリーズだとくるりとかね。ああそうですよね、そうだそうだ、岸田君も濃いですね。そうですね、まあそんな風にね、うん、あのこの業界を、支え続けているね、うん、根岸隆宗、うちのザ・チャイチーズでですね、思う存分聞いてくれてるわけですけど、なんたってね、あのみんな忙しいんで簡単には組めない。まあ去年のね、ライブをこうやって映像化できたのは嬉しいんですけど、あのやってる時によしまたやろうぜってみんな声かけるんだけど、うん、なかなかスケジュールが合わないから。これ要さんもだって忙しいですかね、年中ライブやってらっしゃるし。まあね、それもあるけど、ね、だけどまあ皆さんは忙しいけど、でもやっぱりまた定期的に見たいです。だからね、はい、まああの今年もやりたいなと思ってたんですけど、はい、あの来年が、キーボード難波さんのですね古希になるんで、なんとか来年は動けるようにしようぜっていう話を今してるところです。今年やんないんですか。今年はなんかもうこれから取れるのかっていう話になってたから、でも僕はいくら負けますね今年もでもちょっと見てさせていただいて、来年は盛大に全国とかなんかいろんなところで見て、小木祝い、小木祝い。でも70でライブさ、ライブとか今普通にね50過ぎのミュージシャンたくさんいるけど、はい、俺たち始めた頃はそんな人いなかったからな。そうですよね、え本当だよ、今ロックは高齢化してるよ難波さんとかもめちゃめちゃお若いですよね。本当よ、うん、またあの記憶力はみんなね、あのマニアであるっていうことは記憶力の訓練してるみたいなもんだから。そうですね、はい、大抵の人はね、例えばヒット曲、それからあとは、まあ、バンド名ね、そのぐらいで終わるけど、みんなバンドのメンバーからプロデューサーまでしてたりするからね、これだよ、その奥にいる方は。エンジニアは誰だとかね、本当にすごいよ。やっぱ今でもそういうところが気になります。要さんも必ずもうその深いところ。そうですね、もう絶対にエンジニアはすぐ気になります、うん、エンジニアが気になる。エンジニアめちゃくちゃ気になります違うんですね、やっぱり。そうね、全然。あと俺はね、せっかくネギボー来ながら、あのぜひ話したかったのはね、まあ俺がよくこの番組の中で、ピックを変えたんだよと、うんうん、ね、それはもうネギボーの影響なんだよと、はい、本当にリハーサル時カルさんちょっとこれ使ってみてくださいよって、うん、また家庭ピックだし分厚いし、うん、こんなもん使えねえだろうと思って弾いたら
おやみたいな目から鱗だったね本当に。いまだにもうそれハマり続けてるけどね。ね、だってすっごい分厚いでしょ今ネギさん使ってらっしゃるのも何ミリでしたっけ、はい、6ミリ6ミリなんていうのが6ミリって石ころだじゃん。そうです、石ころです本当に。それまで6ミリのは使われたことはなかったないです。それまではですね、うん、僕はあのベーシストにしてはもう薄い方がめちゃくちゃ薄くて、ギターでいうミディアムっていう方で、うんうん、だから 0.72 とか73とかそのぐらいでした僕は。そうするとどっちかっていうと弦弾いた時にまあ負けるっていうかピックがね、はい、でもその塊っていうか石みたいなやつとか僕が使った厚いやつとかは負けないから本当に弾いたまま弦が鳴ってくれるようになったんだよ、はい、うん、そこからまた自分が違うね。まさか64で弾き方変えるとは思わなかったから俺もこれでも弾き方を変えるもちょっと勇気がいりませんか。それはなくやっぱそのピックに合わせて。いやもう気持ちよく弾けるんだったら、ね、あその代わり変な力が入るから体中にもう肩甲骨のあたり妙ななんて凝りが出てきたりするよ。あやっぱり変わるもんですか。僕もだってね、それでこうあのヘルニアに一応なってしまってやばっ俺今ちょっとこうそれ来てるのかなあのですね、やっぱり力入っちゃうのは良くないので、実は硬いピック使ってもちゃんと力抜かなきゃいけなくてですね、多分あれ握るのにちょっと今までと違う感じなので、そこなんですよね多分問題は。俺の腰痛はあれね結構ね気をつけなきゃいけなくてですね、僕実はあのちょっと今年の頭ですね、それでちょっと仕事できなくなっちゃったんでしばらく、はい、ですだからそれちょっと気をつけた方がよくてですね、僕もねそれに対するあのリハビリの運動とかですね、今いろいろなお医者さんでにいろいろ聞いたりとかしてね、またこうそうですね、特にあの肩甲骨のようなどういうこうストレッチがいいかとか、うん、あれただやっちゃうとですね、これ逆に体壊すんで。なるほど。あの特にあの整体の先生とかにもいろんなこと言ってくれて、 YouTube とかであれこう調子に乗ってこれをやるとなんか何々いいとか言ってる、あれ勝手にやると逆に痛めますからちゃんと先生に見てもらいながらやらないとダメです。でそれも先生の相性とかあって、うん、僕ある人にやってもらってひどくなっちゃったっていうケースもあるので、はい、でそれも自分の合う先生をもうすっごい探したので、うん、今はもうだいぶ、はい、大丈夫です。あ命がけのピックだよ私いやいやまさかピックが原因ってちょっと今本当にびっくりしたけど、でも本当にそれだけ変わるってことですね、弾き方とか体の使い方が、はい、やっぱミュージシャンはもう思うようなプレーができるなら体壊そうが何しようがってね、でも体壊しちゃうと今度はそれを思うようなプレーができなくなっちゃうので、ね、やっぱり体大事ですよね。やっぱりピックに合わせた体作りを。実はさ、この間うちのバンドでも問題になったんだけどさ、佐々木朗希くんがさ、はい、ね、それこそほらパーフェクトピッチングしながら、うん、今日はこのぐらいにしとこうかと、そんなね、1試合では完全すごいすごい記録を立てて、はい、次の試合もっていう時に、まあ今日はこれぐらいにしとこうかってやめてね。で今は大リーグもあの大谷君なんかもそうだけど、1試合何球までとかってさ投球数が出てるじゃん。もしミュージシャンも、ワンコンサート何曲までって決められたら俺は辛いよおいちょっと待ってここで終わんのかよと、完全燃焼だろってもう本当にそれは決めないでほしいな。その分でも MC が無制限になったらいいよ喋ってるのかね、まあそんなのもありつつね、僕らもう本当に音楽好きで、あのしかも僕はねスターダストレビューってバンドをやりながらこのチャイチーズを組ませてもらったっていうのは本当にしちゃって、しかもそれは作品として残せたっていうのはさ、本当に待望のよかったら本当皆さんあの聞いてみてくださいね。いろんなあの日本の名曲が入っててね、はい、素晴らしいメンバーでやってますんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。すごいです、はいはい、でこのバンドのすごいとこは全員が歌うことです。そうですね、はい、これ本当に盛り上がりましたよね、はい、もう一曲おかけしたいと思いますけど、お届けする曲はですね雨上がりの夜空になんですけど、うん、これはもともと RC サクセションの曲ですけども、ギターのチャボさんのバンドで、カースケはもう昔からドラムを叩いてるっていうのもあって、必ず、チャボさんのバンドで歌うときにはみんなで歌いますんだっていうのがあって、で、カースケからじゃあこれもみんなで歌い回そうよっていうね、はい、ことからみんなが歌うことになったんですけども、うん、はい、そういうチャイチーズメンバー全員のボーカルを含めて
今日最後の曲になりますけども、聴いていただきたいと思います。噂のザ・チャイチーズ、日本の名曲やってますのライブアルバムの中から RC サクセションのカバーです。雨上がりの夜空に。おかみんな手拍子で、今日はどうもありがとう。最後の曲を一緒に盛り上がろうぜ。Come on baby、 最高の曲はみんなの知ってるあの曲だ。チャイチーズのみんなもボーカルを取るから、でかい拍手で雨上がりの夜空に。チャイチーズ5人全員の声が聞こえる RC サクセションのカバー、雨上がりの夜空にお送りしました、はい、もうとにかくね、噂のザ・チャイチーズ、日本の名曲やってます。これね、こういう音楽の扱い方っていうのは、ね、なかなか日本ってしないしできないところあるんだけど、あえてね、あえて原曲のアレンジをちゃんと元に僕らのあのね、グルーヴなりね、それからあと色をつけてみたというところで、1曲目はタイガースのシーサイドバンドからね、最後は、サディスティックミカバンドのタイムマシンにお願いまで、もう本当に愛情たっぷり、かつ僕らの好きなようにやらせていただいてるっていう、本当にいいライブアルバム残せてよかったですよね、はい、本当に本当ですよ、もう愛情たっぷり弾いてますよ僕あのすごい、あの優しさで溢れるようにとか結構大変だって、これ亀田君が結構やっぱ開放弦を有効に使って結構ね、これ使わないでどうやるみたいな、結構ね、結構頑張りましたよこれ。本当これやっぱり亀田君のあのベースラインの重要なところ、やっぱそれやらないとあのアレンジの結構肝はあの亀田君のやっぱベースにあるので、まあ亀ちゃんは僕も仲いいのですが、ね、やっぱりこう敬意を表して、あとあれですかね、達郎さんのボンバー、ボンバーこれはね、もう最初ねネギも泣きが入ったんですよ。これすいません、1曲だけ曲すいませんって1曲だけ何癖つけたのがボンバー、あそうだったんですか、これやるんすかみたいな、これちょっと僕には荷が重いっすっていうか、やっぱりベーシストの間ではこれやっぱりこうボンバーどう弾くかみたいなのは結構、あこれはねやっぱり弾き手のあのなんていうの、一番匂いが出るし、で基本的にはこれ原曲は
田中さん、田中さんです、田中明宏さん、そうが弾いてて、まあもう最近はずっと井戸光輝さんのね、はい、あの長いからあれだけど、やっぱそこにボンバーはボンバーたるゆえんがあるんですよ、ベーシストには。だからで要はそれちょっと僕はそこの中に仲間入りできないんじゃないですか、いやいやそんなことはないよって、もう俺たちね、もうねこんだけうまいのに、この実にこの謙虚さ学ぶね俺たちは、本当にね、これ大変でしたよ大変でしたか、本当に大変でした、でも頑張りました。いやもうでもそんなにあの泣きが入ったとは思えない、これ一曲一曲にメンバーのコメントとかね、あの CD の方には入ってたりとかするんで、ぜひね、あの CD 聴いてみていただけたら、そしてね、それ以上に映像を見たいっていう方、はい、ご覧になっていただけたらなと思います。いやもうぜひぜひぜひお願いします、はい、もう超頑張りました、ね、ぜひ見てやってください、はい、今日はね噂のザ・チャイチーズ、これからもザ・チャイチーズ続けてね、はい、今年も見たいな、はい、来年もまた期待して、はいはい、ダメならできる人だけでやりましょう足りないチャイチーズ、田中さん2人だけで、そう探すと2人だけでやったりしたじゃないですか、で今度俺と2人だけって、あいいです、ね、やりましょうよ、もう熊谷の内輪祭りでも何でもなぜそこでも埼玉ね、そうですね、スタレミの前座とかで、ね、喜んでそれにあのねこんだけいろんなサウンドに関わってるんで、もう番組それこそ他のプロデュース作品とか、はい、あのライブがあればぜひね、あのうちの番組にも、あもうぜひぜひよろしくお願いします、ここはあの友達は自由、出入り自由になってるんで、はい、そうなんです、そうなんです、この番組は、はい、じゃあぜひも次回もじゃあねまた新しい音を持って、はい、番組に来ていただけたらと思います、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、というところで今週のナックでロック、噂のザ・チャイチーズ、僕ねボーカルをやってますけども、そのベーシスト根岸隆宗さんをゲストにお迎えしてお届けしました、今日もありがとうございました、ありがとうございました、はい、今日のゲストの感想、要さんへの質問、メッセージお待ちしております、ナック5のホームページにある番組ページから送ってください、ナックでロックです、はい、ナックでロック今週も一丸おつやありがとうございました、お相手はスターダストレビュー根本要と久保田由美でした、来週までお元気でバイバイ。